Kashima Antlers の久保田Kazune です。香港サッカーセブンズ2018にトップチームから出場することになりました。7人制サッカーは攻守の切り替えをはじめ、プレーの判断スピードが11人制よりも強く求められると思います。そういう部分を意識し、今回出場する海外のクラブに負けないようチーム一丸となってグループリーグ突破、そして優勝を目指します。